いや、楽しかったですね。そうですね。ね、あっという間でしたね、本当に。本当に。やっぱね、うん、バカなこと言うのっていいね。いいですね。いい。いや、僕ね、本当、うん、あの、収録、まあ、バルブレイブの収録、席が大体隣だったじゃないですか。うん、あ、結構、毎週、うんうん、3回ぐらいダジャレをこう、聞かされてきたんですけど、うん、ダジャレ結構ね、好きになってきちゃったんですよ。うん、おあとはもう今度自分から言うことをさ、さっき言ったらあのリアクションだったんで、うん、僕言うのはもうやめようと思って。違う。俺はそういうリアクションするけど、周りは違うから。いや嫌ですよ。嫌です。やっぱその共有できる、うん、共感できる、やっぱ、うん、あのダジャレに関して師匠みたいなところあるんで。ばっかお前。俺がやるのとカジ君がやるのでは、はい、社会に対する印象が全然違うんで。俺は言うとはいはいって、はい、またまたとかよお家芸とかみたいなそんな感じになっちゃうんだけど、僕はカジ君がやると、はい、あれトレンディトレンディ？いやだって考えてごらんなさい、カジ君までやり始めたら、カジ勇気がダジャレを言うならば、私たちはカジリストたちはカジリスト、え？聞いたことないですよ、カジリストって。嘘、さゆりストみたいな感じになるんじゃない？ないでしょ、ないです。なんかハルキストみたいな感じならないの？カジリスト。カジリストってなんかガブってしてる感じ。今日もカジ君かじってます。出ましたね、その感じ。こんな感じね。ダジャレじゃないけど、その感じありますよね。くだんねえことばっか言葉遊びでね。これが楽しい。僕は、いや、聞くに徹したいと思います。うん、あ、本当に？リスナーでいたいと思います。本当にそれ聞くに耐えなくなるからね。いや、もうそれ乗り越えてくれて大丈夫です。そうですか。